ばんは、ジェイのチャンネルでーす。こんばんは。さあ、ということで、中村ゆういちクイズー、キャンプの時に中村がやったネタなんだけど、まあ、どれだけ分かってんのってことよ。確かに、やってなかったっすよね。そう、確かに忘れてましたね。今回は、まあ、我々いないところで、はい、もう撮ってもらって、事前に。それで、中村クイズやっていこうと。4問。誰が一番中村分かってんの、多分15問ぐらい。いらない、すごい、すごい量。え、いらないっす。え、スペシャル版。スペシャル版の顔してないっすよ。結構でも当たれる気がする。半分ぐらい当たれば、どれぐらい俺のこと分かってんなぐらい。8、9はいってほしいっすね。あー、9。いや、高えな。欲張りだな。欲張りだな。お前さっきからなんか、こいつ。たまに欲張りだな。うるせえな。もっとじゃあテンション上げてくださいよ。テンション上げてるんだったらいいですよ。俺の、半分以上くれよみたいな。もっとテンション上げて。うん、オッケーオッケー。はい、いい、もう一回お願いします。何問ぐらいいったらいいですか？やっぱり、8問9問はいってほしい。気にしやがってから。うん、なんかやる気は出てきました。うん。オッケー。8問当てたら、一応ことを分かってる。よし、行きましょうよ。金、くなって。え、どれからですか？そりゃそうでしょ。赤丸雄一クイズ？よし。で、行かなかったら逆にもらう。うわ、マジで最低。いや、それぐらいやっぱりリスク、オッケー、リスクしとわないとね。頑張ろう。じゃあまず1問目こちら。まずは好きな食べ物は何か。これはジャンルで分けてます。はい、ざっくり。こういう人が多いじゃないですか、アイドル人とかでも。うん、よく言ってます。僕の中ではひねってないですね。だからもう1の1でしょ。1の1です。中丸雄一1の1、はい、え、なんだろう。いや、若い方かだけ。いや、どっちでもない。チューチューチュー。あ、いやいや、ちょ、あ、ごめんなさい。肉とかそういうことじゃなくて、焼肉とかさ、そこまで絞ってる。いや、もうそんな感じです。肉みたいなカテゴリーだね、ぐらいのざっくりで答えてます。あ、ウーバーイーツで分けられてる感じですか。うん、で、ちなみにウーバーイーツではない。ウーバーイーツでは持ってこれない。持ってこれない。あるんですか。そんなのある。本当に持ってこれない。どこまでって言います。いや、いい、そこまででいい。いいですか。ちょっと待ってよ。当てたいな、一発目。俺らと一緒に食った。二宮くん家で食べましたね。二宮さんの家で食べた。めっちゃずるいじゃないですか。超ヒントじゃないですか。いや、これだ、これだ。これでも正解は正解でしょ、だって。いくよ。せーの、はい。え、それは分かんないな。俺も鍋だと思ったの。鍋しかいないの、基本的に。そうそう、そのイメージですね。じゃあまず1問目、正解はこちら。これ、だからあれか、あんま絞んなくてもいいですもんね。ざっくりでもいいですもんね、確かね。あれですね、フルーツ全般ですね。フルーツ全般です。ああ、カットさせたわ。フルーツ全然あるじゃないですか。持ってくるし。果物全般ですね。うわ、1問目全員正解です。はい、2問目こちら。足のサイズは何？意外にでかかったんじゃない。大きい気がする。金目おかんばいきましょう。15問ありますこれ。はい、せーの。27かな。やっちゃったかな。正解はこちら。これあれですね、26.5。 6.5 でした。意外にちっちゃいっすよ。うん、スニーカーだと 6.5。 ブランドには 6.5。 そうなんだよ。次行きましょう。好きな女性のタイプは。いや、これむずくない。これむずいっすよね。言ってる。え、外見的な風で答えてます。外見じゃないっすね。だいたい困った時にもうだいたいこういう言い方してますね。あ、その雑誌の取材とかでも。はい、できました。せーの、ざん。髪がプリンじゃない人、素敵な人。どっかで言ってたの聞いたんだよな。正解こちら。なんか普通な人ですよね。普通な人です。あんまり主張してほしくないんですよね、何にしても。これ俺は正解にしてくださいよ、これ。確かにそれね、どっかで言ってますね。でも雪も言ってないから。でも今日に関しては言ってないですね。今日の中丸クイズだから。メニドチャンネルを今後どうしていきたい。さすがにこれは分かる。これは分かる。これは分かるよ。なんすかね。いきます。いや、どっちだ。はい、できた。俺もできました。せーの、ザン。
ほら、ジャニーズナンバーワン。あ、いざ、これ多分わかる。これはやばいよ。正解、ドン。陽介やばいです。やっぱあれじゃないですか、まあ今もそうですけど、まあ自由にゆっくりやっていきたいですよ。何でこいつ。残念、これ当たるわけねえわ。これ当たるわけねえわ。もういい。難しすぎません？まあそうだね。あれ、こんな人だったっけ。中丸ってノーマルに見えてアブノーマルですからね。普通じゃないですから、この人。はい、5問目。二宮君の尊敬するところは何ですかね、一言で言うと。どっかの真面目な雑誌に聞かれたらもうちょっと具体的に言ったかもしれないですけど、ジャニのチャンネルのホーム館で答えてるっていうのはあるかもしれないですね。せーの、ザン。器用なところだな。俺企画とかよく思いつく。トークガウじゃない。正解はこちら。どっちにしようかな。どっちにしようかな。2つ明確であるところなんだな。やっぱりですからね。YouTube やって実感したんですけど、来る、なんかその番風紀をこう良くしてくるところ。残念残念残念。おい、このクイズ激ムズだよ。当たる気配が難易度高すぎるって。え、もう一個何度なんだ。もう一個は芝居が好きみたい。あー、だから今回はひっくるめて言うと器用なとこじゃないですか。いや、それ言い出しちゃうところは全部正解になっちゃうから。 YouTube に寄せて考えたら、そうそっちだったんだね。そうそう、気を使わせないようにしてるように気をつけてくれてるっていうところなんですよね、やっぱり。一問当ててください、まず。ほんとだって8問9問っつったらもうそろそろリーチかかってきてるから、ね。じゃあ6問目こちら。山田君の、はいはいはい、これ羨ましいと思うかのところは、これもちょいちょい言ってますね。どこで言ってんすか、それ。いや、インタビューとかでね。本当にその仲間内だけで言ってません。いや、あの、世に出てる飲食業の友達にしか言ってないんじゃないですか。違う。いや、そのジャニーズ的なとか外見がっていうのはちょっと今回は、え、置いときました。違うの？危ねえ。外見じゃないんだ。はい、そこはもちろんあるんですけどね。じゃない別の方で今回はちょっと。よし。こっちだ、こっち。わかった、わかった。これな。さあ。ですよね。ああ、なるほど。なんだろうな。本当ありそうだけど、でも、お願い。一個あげるとするならば、これ。ゲームうまいの。いや、よし、そこや、やっぱり。よし、こういうことか。ゲームがうまいですよね。やったー。いや、ほんとこれもう感心してますから、やっぱり。ゲーマーだからこそ分かる凄さってやっぱありますよね。その、息がね。あ、ほんとにうまいよっていう。7問目、こちら。菊池風磨の好きなところは？え、これどっちっすか？これそうなんで。もうシンプルに。シンプルね。はい。せーの。全部。ない。絡んでくるところ。おー。答え、こちら。ないなぁ。うわぁぁ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 仲間だ。浅野さんそうだよなぁ、そう言うよなぁ。そうで、ここで、ここでまだこの1年そこらで認めちゃうと、こっからのちゃんちゃけできなくなるから。まずはそうですね、まずはないないなぁ。ないんだよね。好きなところですよね。厳密に言うとないですよね。厳密に言うとないんだ、ほら。好きなところ、まあでもあれですかね、バラエティ能力が高めで、なんか元気よくやってるところはいいと思いますね。好きと言ってなかったけど、いいと思う。3人の説明で通信簿に書いてあった。じゃあ次8問目。カトゥーン以外で加入したいグループは？全然わかんねえ。そのグループに入りたい理由、これは想像つかないなっていうグループは挙げてないですね。なんとなくちょっと近いグループで、なんかいろいろ情報とか入ってくるようなグループを挙げましたね。こんな感じなんだろうな、なんか面白そうだな、入ってみたいかなみたいな。せーの、はい。プンジャ君、ストーンズ、ジャンプ、ジャンプ、うん、おー、はい、正解はこちら。考えたこともないですね。難しいっすね、なんだろう。体験してみたいっていう意味では、
平成ジャンプ。よっしゃよっしゃよっしゃ。ジャンプしない。よし、来てる来てる。いや、ジャンプやっぱその仲がいいとか、プライベートでね、遊んでるっていう話よく聞くんで、確かに。それ体感してみたいって。どうせ行くなら仲いいところで、そうそうそう。ワイワイしたいってことだよね。はい、お、半分終わったあたり。いや、僕はもうないっすね、多分。よし、じゃあ9問目、行きましょう。行こう。一番好きなジャニーズソングは？知らん。これは、初めて振り付けをちゃんと覚えた曲。何年だっけやったの？98年の。11月とか冬ですね。いや、わかんねえ、なんだ知らん。わかったわかった、これだ。98年の冬の頃を想像してもらえたら、でジュニアも踊ってたなみたいな曲があるはずなんですよ。覚えてない。せーの、はい。いや、シンデレラスもないっすよ、多分。俺も死んでまで書きましたけど。あ、そう、こっちと迷った。シンデレラス多分出てないっすよ。出てなかったっけ。ないって。いや、わかんない。ちょっと待って、あ、出てるか。正解、こちら。名曲いっぱいありますからね。なんだろう、一番。あ、あれですね。キンキキッズも、そう、シンデレラクジラ。やばい、完璧だ。菊池全然出てくれない。全然ダメだな。相性悪いな。10問目、こちらです。これまでのジャニーチャンネルの動画で一番好きな動画はどれ？一番好きな動画？シリーズでございました。シリーズ？シリーズ？はい。それ簡単じゃない？うん、多分ね。せーの、ザンプ、キャンプ。おはい、答え。個人的にはやっぱ自分元なんで、そのカットゥーンのライブに潜入してもらった動画は好きだけど、でもね、シリーズでもいいですか？やっぱ人間関係ですかね、最近の。え、相関図。えぇ、ー、残念。あー、好きです、ね、そうなんだ。腹立つんだよな、さっきうわー、相関図ね。あれ見てても面白いんで、気軽に見るにはいいよね。そうなんです。よくわ、よく知れるし。そうきたか。あんなに頑張ってみんなで作ったキャンプより、ちょっと山田君切れちゃった。その場の思いつきで、じゃあ相関図やってみようかのノリでやった相関図が好きか。あー、精神破壊するゲームだな。分からないよ。いや、違う、分からん。11問目。人生で一番感動した映画は？知らないよ。これはヒントを出すとするとあれなんですけど、この間週一でもなんかこの質問あって、あ、分かった、あの答えたんで、番組を見てくれているんであれば、あの簡単な問題なんですよ。どんな映画ですか？有名な映画ですよ。有名です。はい。恋愛か動画で教えてください。恋愛じゃないですね。あ、恋愛要素はないです。はいはいはい。中丸くんの世代だとこれじゃない？俺はこれか。俺はこれ。せーの、ザン。おー、なるほど。フリマー、そうね。正解、こちら。あ、これはありますね。これはもうあれです、あの、プライベートライアンですね。おー、夢の世界です。見てたっすね。見てた。うわー、優しい。プライベートライアンだよ。見て、週1。はい、12問目。今出たい作品は？これは、ドラマ、映画みたいなジャンル分けて、バラエティーとか番組名あげましたね。超楽勝っす。これは楽勝。せーの、ザン。いや、ふざけ出した。寿司王子。いやいや、リバイバルでしょ。ニノさん、ダッシュ。寿司王子。ダッシュか。正解はこちら。有吉シーですかね。ダメ。ゲーム投票。ゲーム有吉。有吉さんの番組で、ゲームの番組。やろうぜね、はい、うわ、13問目。今までで一番印象に残っているステージは？これもシンプルに、はい。どういうことですか？あの公演とか、あの舞台の公演とか、あのライブの公演がとか、あの見たライブじゃなくて、自分の体験したっていうんですね。OK。 はい、はい、せーの、ザン。いや、ドーム1週間。ああ、僕はあのリスタート3人で、あー、違うじゃん。それも良かった。俺はもうこれ、やっぱりこの間の15周年のライブですかね。あ、言ってそう。いいぞー。正解、こちら。
組んで初めてドームやった公演が一番印象残ってますね。一番最初のそう、とにかく初めてのドームだったんですよ。でめちゃめちゃそのなんか気持ち乗るじゃないですか、うん、それで印象初めて見たかというクイーンオブパイレーツだったな。クイーンオブパイレーツは多分俺らのバックでやってさ、平成セブンでバック使わせてもらってて、多分俺らのその歌を歌わせてもらってた気がするな。あれかっこよかったね。ありがとうございます。ただ残念ですね。今までで一番きつかった仕事は、いやですね、これはあのドラマの作品ですね。もうぶっちぎりでこれが一番辛かったんで、これも即答でしたね。これや、絶対これ。せーの、はい。お疲れサンクスのやつですね。俺は、ね、長ゼリフだと思った。あ、なるほど。はい、答え。ドラマでレスキューっていう消防士の世界線山田君ありがとうございます。なんだれさ、これは辛そうでしたもんね、マジで。ラスト、ラスト15問目、ラスト問題、こちら何点ですか、ラスト。これ1点ですね。厳しいんだよ。宝くじで1億円当たったら何に使う？これバッと締めてほしいですね。はい、これしかないんだから、中丸さん。せーの、はい。あー、みんな一緒だ。で、正解見てみましょう、こちら。なんすかね、株式投資ですかね。残念、腹立つな。そんなことする人じゃないじゃん。やっぱその結局やっぱ世のために投資して最終的に自分に返ってきたらいいなっていう、そのね、貯金がちょっと違いますよね。ちょっと、なんか今日なんかおかしくないですか、いつも感じられない。今日何、リアルな雑誌の取材とかだったら貯金って言ってますよ。もう分かりやすい。雑誌の取材だと思ってやれよ。うるせえバーカ。リラックスした半分本音もやっぱ乗っかっちゃってるんで、その分いつもと違うところありました。いや難しすぎる。いやでもいい試合でしたね。いや、リアルめっちゃ思ってたより当ててくれたんで、俺当ててるでしょ。はい、ちょっとそれ嬉しいですね。全然分かんなかったっすね。なんか悲しいっすよね、やっぱり。15問もあって1問も当たらないってやばくないっすか。やばいね。じゃあ、もう一回、はい、最後、元気お願いします。チャンネル登録、高評価、よろしくね。むずいって。めっちゃむずいっすよ、マジで。信じられない、むずいっすよ。むずいって。